白球に青春をかける高校球児たち。松山工業野球部、指揮を取るのは田口大地監督、41歳、愛媛マンダリンパイレーツの一期生です。秋田県出身の背番号8番田口大地です。四国アイランドリーグが発足した2005年、大学卒業と同時に愛媛で野球漬けの毎日をスタート。3年目にはキャプテンにも選ばれました。あの時やっぱり個性がやっぱり強い選手が多かったので、まずはどうやってまとめていこうかっていうのも考えたんですけど、やっぱり野球うまくなりに来てるチームだったんで、まずはそこ追求して。するとこの年、愛媛は初めてリーグチャンピオンシップに進出。しかし香川に敗れ、田口さん自身も目標のドラフト指名には至らず、翌4年目にはリーグでも異例のプレイングコーチに就任しました。自分が年齢も重ねていってた時だったので、自分が何を残していけるかとか、球団のためにっていう感じですかね。あの当時はもういろんなことしましたね。愛媛県の皆さん待ってますよ。ぜひ応援の方よろしくお願いします。選手にコーチに FM ラジオのレギュラー番組などチームを盛り上げました。ラジオもなかなか大変でしたけど、でもすごいいい経験に、教団立つ際にも度胸もつきましたし、ちょっとあんまり生徒に知られたくない。それでも待っていたのは祈りの秋。2008年、後期リーグ初優勝、9000人を超えるファンの笑顔は田口さんの胸に今も焼き付いています。あの優勝した時のあのファンの方の喜びっていうのはすごい嬉しかったですね。今でもやっぱ覚えてますね。はい。